伊豆市戸井地区に全国初となる観光型の津波避難タワーを建設しています。普段は観光施設として運営され、観光と防災を両立させる施設の名称が今日発表されました。今日伊豆市役所施設の名称をテラッセオレンジ戸井といたします。伊豆市が建設中の津波避難タワーは戸井海水浴場に隣接しています。観光型の津波避難タワーで高さは 18.8 メートル、1階から3階には土産物店や飲食店など3店舗が入り、4階が展望スペースとなります。3階と4階が避難場所となり、最大1230人が避難できるということです。名前を考えたのは伊豆市在住の小石七恵さん。灯台のように命を守り照らす、戸井の夕日、幸運を祈るといった意味が込められているといいます。小石さんはこの名前について。結構人がだんだん少なくなっている地域ではあると思うんですけど、こういう海の町で生活したいとか子育てをしたいっていうふうに考えて、こう人が集まるような明るい地域になってほしいなと。戸井地区は南海トラフ巨大地震が発生すると最大10メートルの津波がわずか6分で到達すると想定されています。これまで市は戸井地区に3つの津波避難タワーを建設していて、さらに17の宿泊施設を津波避難ビルに指定するなど津波対策を進めてきました。今回4つ目となる観光型の津波避難タワー、市は戸井地区に地域の魅力を発信する拠点を作ろうと整備計画を練ってきました。じゃあ100年に1回使うのであれば、残りの99年364日はどうするんだ。せっかくなので普段は観光施設で使わせていただきましょうということで、国と県からも同意をいただき、この事業に至りました。完成は来年の3月を予定していて、オープンはその後春頃になる見込みです。